警は現場の状況から放火の疑いもあるとみて防犯カメラの映像を解析するなどして火災の原因を調べることにしています。東京中野区のマンションで25歳の女性が殺害された事件で、女性は紐のようなもので首を絞められたと見られていますが、